アイスゴールです。あ、ありがとうございます。結構早い段階で、そうですね、はい、キックインからですかね、左サイド、キックイン、はい、ちょっとゴールシーン振り返っていただくと、そうですね、まあ、立ち上がりマイボールで追われることが多くて、で、まあ、キックインコーナーの流れでキックインも取れて、まあ、最初は立ち上がりやっぱりシュートを打って、まあ、流れをつかみたいっていうのが僕たちの中で、まあ、ファーストセットの中であるので、まあ、そこをちゃんと、なんていうんですかね、試合の流れをつかむために思い切って打ったシュートが、まあ、ゴールにつながってよかったなと思います。結構なんか横浜戦かなんか回ってキックイン立ち上がりに続いたゲームがあったと思うんですけど、なんかあそこでやっぱ点が入るのと入らないのではまた全然違いますね。やっぱ自分たちの優位に試合を進めるっていう、どんどん時間が経てば経つほど相手は焦ってくるので、そういった意味では、まあ、試合の展開的には悪くなかったのかな。あとはやっぱ追加点、はい、まあ、取れたら良かったんですけど、はい、まあ、そこは残念なところです。前半結構早い段階で永井さんがタイムアウト取ったと思う。取りましたね。あそこはなんかどういう話だったんですか。あそこのタイムアウトは結局うまくいってないところの修正、まあ、結局多分永井監督的にはあの時間帯で修正することによってその後の時間帯をより有効的に使えるんじゃないかっていう意味、まあ、今修正しとけば、今言っとけば、まあ、後々の試合展開に関わってくる大事な局面だったから取ったんだと思います。うまくいってないところっていうのはお話していただくことができますか。できます。具体的にできない。読んで了解。ハーフタイムは1点リードの折り返しでしたけども、チームの中でどういう話を。は結局あのリボンに入った時に、まあ、速いスピードでやっぱ絡んでくるから、そこに対しての、まあ、マンツーマンなのか、そこをカバーするのかっていう部分をやっぱり喋ってて、まあ、そこのやっぱリスクをかけてのピボーに対しての絡みっていうのは名古屋のやっぱ強みでもあると思うんで、そこを結果的にはその展開で決められてはしまったんですけど、やっぱりあそこはしっかりついていくであったり、しっかりあそこのコースを切るであったり、まあ、残り中の3人で防ぐっていうのをやっぱりあそこは僕たちの中では締めたい部分だったので、はい、そこは課題としてはあります。個人的にも前半名古屋のピボーテはよく刺さるなっていう、ピボーテってフットサルで一番、まあ、当てたいけど当てにくいからこうボール回したりすると思うんですけど、そあそこはなんか大阪的にはうまくいってなかった部分があるのか、こうやっぱ名古屋はうまい部分があるのかというと、あそこは名古屋のうまい部分があるんかなと思いますけどね。やっぱりその場でピボー当てするんじゃなくて、やっぱりちょっと寄ってるんですよね。寄ってる、そのボールパス出す選手にちょっと寄ってコースを開けて蹴ってるんで、蹴られると思ってるところより蹴るポイントがやっぱり中側になるんで、コースも自然と空いてきちゃう。でそこを意識しすぎるとやっぱり距離ができてしまって前向かれてしまうので、そういった部分は僕も試合の中でやっていかなきゃいけない部分だなと、まあ、勉強になってます。加藤さんの先制ゴールがあって、その後ちょっと両方点が入らない膠着というか接戦でいい試合が続いていて、ちょっとペピータに追いつかれる展開になりましたけど、そこからどういう気持ちだったかとか心境だったかとか。僕ら的には失点したらこっちからパワープレーをしようっていう思いだったんですけど、まあ、そこで向こうからパワープレーをしてきた部分で、まあ、それでも相手がパワープレーしてきたらこうしようっていう話は事前に話はしてたので、そういった部分では準備はできてたのかなと思います。そこでまあ点奪ってね、点取れるようなシーンもあったので、またはそこで点取れたらまた大阪の強みが増えるのかなと思います。あやって名古屋がパワープレイの時間になると南さんが攻撃の時間に出てくるような感じになるんですかね、はい、交代で。そうです。また名古屋とはすぐちょっとまあ間挟みますけど、またすぐ試合があると思いますが、瑞穂で、はい、そのリーグ通して2試合戦うと思うんですけど、そこで勝ち越せるようにどのチームであっても勝ち越せたら結果、まあ、優勝であったりリーグ上位に行けるとは思うので、そこを意識して最後は、まあ、名古屋との対戦勝利で飾れるように年末頑張りたいと思います。代表の話も少しだけまた小暮さんに続けて呼ばれるような形になりましたが、初回の
トレーニングキャンプ参加してみての感想というか、感想、はい、このなんかこう方向性への手応えみたいなところがあればぜひ。まあ監督からは、まあ、左利きの選手に対するどういったプレーを求めているかっていうのは明確に示されているので、まあ、そういった部分をリーグ戦で結果として出さなきゃいけないですし、監督も、まあ、インタビュー、あの記者さんの対応でおっしゃってた部分もあるように、結果を残せるような選手じゃなきゃいけないと思うので、まあ、残りのリーグ戦、まあ、年内は活動はないと思うんですけど、そこも意識して結果にこだわってプレーしたいなと思ってます。